次に5番沖和也議員。はい、沖議員。政委員会の沖和也でございます。本日は、子育て支援政策についてと、あと職員採用、また、配置、そして、専門スキルの専門資格の活用という2点につきまして分割方式で質問させていただきたいと思います。まずはじめに、子育て支援政策についてお伺いいたします。滝上市政の一丁目一番地である子育て一番宣言、それにつきまして、子育てプレ世代とを代表しまして保育事業についてお伺いしたいと思っております。現在松坂市におきましても平成27年度平成28年度と定員の拡大やまた新たな保育園の整備といった保育園の入園待機児童に対する対策を進めていただいているところでございます。しかしながら過去数年間におきまして待機児童が0人になるのは年度当初年度初め頃で、過去数年間においても1歳児においてはまた4月と時点ですでにほぼ満員というような状態になり、その後に入園希望者がいらっしゃってもなかなか年度途中には入園できないという状況があると、またその他の年齢のお子さんであってもなかなか難しい状況は年度途中には増えてきているというふうに聞いております。その中で松阪市内の現状の待機児童の出る時期であったりとか、それに対する見解や課題の認識があればお伺いしたいと思っております。まず1回目の質問といたします。はい、その上福祉部長。それでは沖議員の方から、松阪市におけます、待機児童の、現状と、課題というご質問だというふうに受け止めております。松阪市におけます待機児童ですけれども、まず国基準の待機児童の、ご報告をさせていただきます。昨年度の実績で、27年4月の時点においては今議員がおっしゃられました、ゼロという形で報告をさせていただいているところでございます。ただ10月、27年の10月になりますと40人の待機児童という形でご報告をしているところでございます。年度途中に、育児休暇からの、職場復帰等が、行われまして、0歳児および1歳児の入園申し込みが、特に、多い状況となっているのが現状でございます。一方ではですね、その実待機児童と呼びまして、いわゆる保護者の方が、希望される保育園に、入園できず、待機をされているという児童が、国基準と同時期の、平成27年10月で言いますと118人となっております。平成28年3月には、217人と、毎月、待機児童が増えているという状況にありまして、ただ平成28年4月にはですね、希望する保育園に入園していただいているというのが現状でございます。年度途中におけます0歳1歳児の入園申し込みが特に多いのは今申し上げました育児休暇からの職場復帰等が主な要因でございまして、育児休暇の延長とかまた認可外保育施設の利用等により対応いただいているというのは現状でございます。以上ご答弁とさせていただきます。はい、お議員。4月当初には待機児童が0人であるけれども、10月頃から待機児童が増え始めて、年度末には、実待機児童とおっしゃっていただきましたけれども、3月には217人というふうな、かなりの数の方が、お子さん、また保護者の方が困ってらっしゃる状況が出てくると、でそれが4月になって、一旦またゼロにリセットというか、整備されるという状況があるわけでございます。でそういった部分でいくと、
年度途中になるとどうしてもその整備が追いつかないといいますか、実情に合ってこない部分が出てくるのかなと思うんですけれども、なかなかその新たな認可保育園を整備していくということで考えれば、予算規模であったりとか施設や人員といったハードソフト両面でなかなか難しい部分はあるのかなと思います。そして町田市子ども子育て支援事業計画にのっとっていろんな部分の会議であるとか協議が進められているとは思うんですけれども、どうしてもニーズや実態というものに即していけない部分があるのかなと思うわけでございます。ここで少し消火カメラをお願いいたします。はい、これ、自宅で作ってきたんですけれども、現状、10月に、保育の申請、保育規模を出しまして、4月からの保育開始という形になっております。しかしながら、年度途中では1歳児とも含めて満員になっていく中で、時期によっては保育の希望があっても、保育を受けれない状況が出てくると。で、この赤、黄色、青と分けましたのは、例えば、4月生まれの子さんであれば、1年まるっと、産休育休含めまして1歳になる頃に4月から保育を開始っていうことはスムーズにいくわけですね。10月に申請をすれば。しかしながら、例えば例えば7月生まれ、もう来月生まれたとします。そうすると1年間もう産休育休含めて1年間取ろうとすると、まだ7月までなわけですね。そうするとすでにもう1歳児満員になってるじゃないかと、入れないんじゃないかっていう事態が発生するわけでございます。でそうすると、国では法律で1年半の育休も1歳6ヶ月までの育休も認められておりますけれども、そうなった時に1歳6ヶ月取った場合、これちょっと図を間違えまして4月まで書きましたけれども、ちょうど1月頃になるんですね。そうするとなかなか余計に満員の状況が増えている状態となってくるわけです。そうするとお子さんが生まれる時期によって、育休が取れない、もしくは保育が受けられないという状況が発生している、そういう状況だと、これは松阪市だけではございませんけれども、全国あちこちの市町で起こっている状態です。ではどうするかというと、7月に生まれた場合1年間取るんではなくて、この4月から入れるように今年の10月に申請すると4月からは入れる可能性は高いわけです、保育園に。しかしそうすると9ヶ月しか、育休を取ることができずに、お子さんにとってもまた保護者の方にとっても、寂しい状況であったりとか心苦しい状態が出てくるのかなというふうなことが考えられます。そういうわけで、生まれる時期によってですね、お子さんの保育環境というのはなかなか希望通りにいかなかったりとか、行政サービスが間に合ってない状態というのが出てきているということが言えると思います。ありがとうございます。そうするとじゃあ子育て一番宣言ですけども、ご結婚されてお子さんをというふうな時に、まずは一番最初に保育園がどうなのかというところから、じゃあスケジュールを組まなきゃいけないのかということになるわけですね。お子さん全員が4月生まれだとなかなか大変なわけです。でそういうことは実際問題難しいわけでして、じゃあどうしていくのかということが、全国的に議論されているところだと思うんですけれども、そういった中でですね、昨年平成27年度から始まりました事業所内保育等をはじめとする地域型保育事業でございます。子育て三法の流れで進められている制度でございますけれども、現状松阪市での認可はまだないと聞いております。でこういった新しい保育の形っていうものは、こういった現状の認可保育園での一般の既存の保育園、幼稚園も含めまして、そういった状況の解決策の一つになるんじゃないかと考えるんですけれども、現状認可保育としての事業所内保育はまだ松阪市ではない。そうすると認可外としてやってらっしゃる事業所内保育というのはどういった状況なのか、その点をお伺いしたいと思います。園部副支部長。
はい、今、真坂市におけます、認可外保育施設、俗に言う無認可という、施設でございますけれども、この、無認可という、事業所といいますか、託児所等々、これはもう、この4月1日から、子どもさんを乳幼児1人以上預ければもう、県に届け出が必要であるという形になりました。3月までは6人以上という規定があったわけでございますけれども、まずその中でご紹介させていただきますが、松坂市にございます、事業所内保育施設として現在、把握しておりますのは、社会福祉法人すみれ会花鳥園さん、そして済生会まさか病院さん、そしてまさか中央病院さんと、これは事業所内の託児施設として届け出がされているというところでございます。ですから、ここはもう完全に従業員の、そこに勤めて見える方の、お子様も預かって見えるという施設として届け出がされているという施設でございます。そして、他には、これは不特定多数の子どもさんが入っていただく施設ですけれども、一般の認可外保育施設でございますけれども、三重県に、届け出されております、7施設となっております。そのうち7施設のうち 1施設は、保育園形式で運営をされて見えるのが1施設、そして、託児所的な、形で運営されて見えるのが6施設と、なっている、状況でございます。ただその6施設の中にもですね、従業員というか、働いて見える方の、子どもさんを預かって見える、施設も、ございます。この事業所内保育施設ではですね、この今言いました従業員の福利厚生を兼ねながら、独自にその事業所内に保育施設を、設置をしていただきまして、運営をされており、離職防止とかですね、また、雇用の確保に、つなげて見えるものだというふうに、認識をしております。またその従業員の、お子様がですね、私どもの公私立のその認可している保育園に、入園できないと、今、議員がおっしゃっていただいたような、年度途中等々の、要因によってですね、入れないという、時には、やはり待機児童というふうに、我々の、子どもさんとしてはなるわけですけれども、そういったところを、やはり、今申し上げた、特に3施設におきましては、安心して、事業所内託児施設に預けていただいているというように、現状としては把握をしているというような状況でございます。以上でございます。はい、お聞き。はい、ありがとうございます。現状、松阪市内には県への届け出をされていらっしゃる事業所内保育として、3施設、3園あるということで、そうするとその3園の中でですね、一定数のお子さん、部長も今おっしゃっていただきましたけれども、一定数のお子さんを預かっていただいて、新松阪市が本来見ていくべきであろうお子さんの保育っていう部分を、肩代わりというか、助けていただいている状況なのかなと思っております。しかしながら、認可外ということになりますので、市からの例えば公的な補助であるとかっていうものは一切入ってない状態だと思うんですね。その中で、もちろんその、部長もおっしゃっていただきましたけれども、各事業所さんが、雇用の確保というか、自分ところの職員さんだったり、社員さんが復帰、例えば育休明け、産休明けから復帰しやすい状況を作るために、整備されているっていう部分で、事業所と職員さんの、ウィンウィンになっているのかも分かりませんけれども、本来そこは市がやはり担保していく部分でもあるだろうと思うんですね。だからこそ昨年度からスタートしたその、地域型保育事業っていうのもあるんだろうと思うんです。でここで一つ、データを見ていただきたいんですが、少し見にくいと思うんですけれども、こちら厚生労働省の男女共同参画白書に載っている数字なんですが、結婚された後もしくはその前後によって女性の就業形態というものが変わるという、表というかグラフなんですけれども、結局
結婚によって約3割の方が離職される。でまたお子さんを第一子お一人目のお子さんを出産されるときに 36% の方が離職されるということで、だんだんとこうお仕事を辞めていかざるを得ない状況があるっていうデータでございます。でまたもう一つ、こちらも厚生労働省のデータですけれども、見ていただきたいのはこの離職の理由でございます。まあ、両立が難しかった理由として、もろもろ出ておりますけれども、この3番目に育児休業を取れそうもなかった、子どもの病気等で休まざるをなかった、で保育園に預けられそうにもなかった、このあたり全部足すと 70% ぐらいになるんですけれども、ありがとうございます。結局のところ育休産休が認められつつもなかなか取れない状況がある、そしてまた育休を空けても保育園に入りにくい状況があるっていう、この両輪があって、まあ、両方の理由があって、お仕事辞めざるを得ないのかなっていう部分があるんだと思うんですね。まあ、それは一概に市のというか、まあ、行政だけの責任ではないと思うんですけども、その育休明けにスムーズに保育園に入るのであれば、育休の時期であったりスケジュールというのも管理しやすいのかなっていうのを思っているわけでございます。そういった中で先ほど の、 その地域型保育における事業所内保育所ですけれども、まあ、これはあの都市部だけのモデルではないんですね。三重県内でも実は四日市、名張の各3市で4園運営されていらっしゃいます。でお隣の津市でも事業所内保育としてセンターパレスにあるんですけれども、そういった中で結局はこうもともとどこの市も一般的な保育園の整備によって、その保育ニーズっていうものをカバーしてきた中があるんですけれども、辻さんにお伺いしたところ4月当初でやはり松坂と同じように待機児童がゼロになるように整備はできていたと。ただ年度途中にどんどん待機児童が出てくる中で何とかしなきゃいけないねっていうことで、その事業所内保育として新たなその小規模保育を立ち上げたということなんですね。でそうするとそちら の、 その小規模のところもですね、事業所内保育所もですね、年度当初は必ずしも満員ではないんですけども、年度途中に一般の保育園に入れない状況が出てきますので、年度末には定員50人なんですけども、50人満員に近くお子さんが入っていらっしゃる状況になります。そういうわけで既存の一般の保育園でカバーしきれない部分というのを事業所内保育がカバーしながらですね、その女性のもしくは男性の保護者の方のですね、再復帰であるとか育休明けの就労復帰ということにかなりの役割を果たしてくださってるんじゃないかっていうのをおっしゃっていただいてました。そういった中で最初に戻りますけども、松坂の子育て一番宣言でございます。一番を目指す宣言なのか、一番になる宣言なのか、そのあたりも含めてこういった津市でも名張でもやってることを松坂はできてないわけですね。まあ、そのニーズあるなしの問題もございますけれども、そのあたり含めまして市長のご見解、この特に、まあ、地域保育といいますか、事業所内保育の部分にですねご見解をいただけたらと思います。竹山市長。はい、ありがとうございます。子育てプレ世代の、随分沖さんには、沖議員は随分ご研究をされているなというふうなところでございます。ですね、まずちょっと初め整理を、させていただこうと思います。子育て三法改正の中で地域型の保育事業というのがいくつか認められるようになってまいりました。それで、事業所内、保育事業というのもその中にもちろんあるんですけれども、その他にですね、例えば小規模保育事業であるとか、それから家庭内保育事業、居宅訪問型保育事業であるとかですね、
そういったさまざまな、いわゆる保育の形態っていうのが新しく出されてきたというふうなところでございます。で我々地方の立場で見てみますと大都会のかなり本当に切羽詰まった状況の中でこれを新たにこういった形を作っていかないともう間に合わないというふうなですね状況があるなっていうところから半分始まっているっていうことであろうとは思っています。ただその中でも特にこの事業所内保育事業につきましては我々にも随分関係があるところでございまして先ほどうちの部長も答弁をさせていただきましたようにすでに、この市内にもですね3つのその事業所内の保育所というのが出来上がっております。でしかもですねそれのこの3つともいわゆる医療関係のたくさんのですねいわゆる看護師さんであるとか、そういった介護士さんであるとか皆さん方の勤める職場でもっていわゆるもうニーズが先に立って、なかなか、市の方が追いついていかない だったらもう私のところで作りますよという形で作っていただいた保育所というふうなことで理解をさせていただいております。まあ、そんな中でこの事業所内保育所についてはですね、まあ、企業内または事業所の近辺に用意された保育中の従業員向けの保育施設で小さなお子様を育てながら働く従業員が安心して働けるようにできるものであり企業が専門の保育施設を用意することで産後のお母さんも比較的早く職場に復帰でき子どもが比較的小さいうちから育児と仕事の両立を図ることができるものでございます。でまた企業にとっても人材の流出防止や人材募集といった雇用の確保にもつながり企業イメージとアップといった観点からも PR ができるのではないかと考えられます。事業所内保育については企業にとってもそこで働く従業員にとってもメリットのある施設であり市としても待機児童を解消するための一つの方策であると考えております。で事業所内保育所についてはですねこれも議員ご指摘ありました通りですね子育て三法に基づいて新しい制度が子ども子育て支援申請制度によって位置付けられたというふうなところでいわゆるまあ補助金の方もですねこれで出るようになったというふうなところでございます。まあ、そうした観点もありまして先ほど、まあ、議員もそしてご指摘もいただいた通りですね私もいかにしてですねその今、潜在的待機と言われている、まあ、子どもたちをですねいかにきちんとした環境で子育てができるようにしていけるしていくのかというのが大きな課題だというふうに思っております。まあ、そうした観点から、松阪市としても、子ども子育て支援新制度に基づくですね、この事業者内保育事業についてはですねぜひ検討していきたいというふうに考えています。まあ、ただしですね現在、松阪市の、幼稚園保育園の在り方、の在り方検討というふうなことでしていただいている真っ最中でございましてそういったところの中のですね、含めて協議をしていきたいと考えて、おりますのでその中のご意見も踏まえてですね、検討をしていこうというふうなことでございます。はい、お聞きに。はい、市長から力強いご答弁をいただいたと理解しております。もちろん在り方検討会議がございますのでもう市長がやるって言ったらスクッとやるんやっていうふうなそういう簡単なことではないことは重々理解はしております。ただそういった中で部長からもご答弁いただいたように現状足りない部分っていうのはやはりあると思うんですね。1年通してやはり保育がそれこそ公平に皆さんが受け入れないと市のサービスっていうのは足りてないのかなというふうに気がいたしますのでそこはねしっかりと研究を進めていただいて積極的に考えていただきたいなと思っております。この件はこれで終わりたいと思います。続きまして、2番目の職員採用と配置また専門資格についてお伺いしたいと思います。
と言いますのは、現在の職員さんの採用方法におきまして、まあ、数年来続いていると思うんですけれども、一次試験に全国の自治体と同様に教養試験があって、二次試験からは例えば面接であったり、集団討論であったりというような流れがあるのかなと理解はしております。しかし、そこにですね、危惧しますのは、そろそろマンネリ化してるんじゃないかというところでございます。と言いますのも、教養試験であれば、全国の本屋さんで問題集はあちこち売ってます。また、ダブルスクールというような、専門学校といいますか、公務員試験対策をやってらっしゃる専門学校的なところもありまして、どれだけ問題集を解いたかということで、その結果といいますか、成績が変わってくるわけですね。もちろんその事前の準備をしっかりされたということで、市の職員さんになろうというその積極性というのが出てくるのかも分かりませんけれども、問題集を解いたことがやはり全てではないと思いますし、その特にその公務員試験対策を一生懸命やった人以外にもですね、優秀な方たちがたくさんいらっしゃると思うんですね。ですので、その現状のその試験採用試験の方法といったものを、例えば一般企業 の就職試験等で採用されている SPI というような総合的な適性検査を導入するとかですね、何かしらその試験というか採用方法 の 調整といいますか、再検討というものをしていただくことは可能なのかどうか、そのあたりからお伺いしたいと思います。はい、中井総務長。ただいま沖議員から、職員の、採用試験についてのご質問をいただきました。松阪市の採用試験の現状についてご説明もさせていただきながら、ご答弁をさせていただきたいと思います。本市の新卒、既卒枠の、昨年度の採用試験につきましては、すべての一次試験で教養試験を実施しております。加えて、事務職は事務適正検査、技術職、養護職、保健師職等の専門職は専門試験を受験いただいているというところでございます。さらには二次試験におきましては適正試験、一般性格診断検査、集団討論、面接により試験を実施しておりまして、養護職につきましてはこれに加えて実技というものも行っている状況でございます。ご指摘の SPI 試験といった、人物重視の試験方法を採用するというところもあるというふうには伺っているところではございますけれども、現状松阪市におきましては多くの自治体と同様、まずは基本的な一般常識や教養について一定の水準に達していることも必要であろうということで、教養試験を実施してきているというところでございます。そのような一定の教養や専門知識を持った方の中から二次試験におきまして適性検査、あるいは集団討論、面接といったものを通じまして、今議員がおっしゃっていただいたような人物重視の選考を行わさせていただいておりまして、そういった中で柔軟な発想や想像力を持ち、諸課題に積極的に挑戦する意欲のある人材、地域を愛し地域活動を積極的に推進するといった人材を選考したいというところでございます。なお、平成26年度により実施してきておりますキャリア職員、社会人経験者の採用でございますが、これにつきましては民間企業等における職務経験が5年以上有する方であり、一次試験は書類選考のみということでさせていただいております。いずれにいたしましても職員採用につきましては知識試験のみならず人物名も考慮した適性の把握を実施する採用方法も重要だと認識して実施してきておりますが、引き続きそういった点にも配慮した採用試験というものを行っていきたいというふうに考えてございます。はい、お議員。
はい、現状も含めましてご答弁いただきました。もちろんその、26年度から実施していただいているキャリア採用の、職員さんではですね、すでにも民間企業でですね、長い経験であったりとか専門的な高度な知識だったりスキルを持っていらっしゃる方がいらっしゃいますので、そういった方々については、教養試験ベースではなくて、書類選考といった今までの実績ベースで見ていただいているということですので、それは強く進めていただきたいなとは思っております。で、今回なぜこういったご質問をさせていただいたかと申しますと、行政サービスといいますか、市役所組織でおける行政サービスのニーズというものが大きく多様化してきたりですね、求められる水準というのも上がってきている、市民の方から求められる水準というのも上がっているところだと思うんです。そういった中で各部署だったり各窓口だったりでですね、専門的なスキルであったりとか高度な知識というのを持ったスペシャリストのような専門職員さんというのの配置っていうのも必要じゃないのかなっていうふうに考えたところでございます。もちろんその行政組織ですから、皆さん方がどの分野においても一定の知識だったりスキルを持ってらっしゃるような総合職というかジェネラリストとしてのその必要性っていうのも十分理解はしているところですけれども、その組織全体としまして、その専門性の確保というか各部署でのその専門性の確保っていうのがやはり重要だと思うんです。そういったところについてどういったお考えでいらっしゃるかお伺いしたいと思います。はい、中井総務長。ただいまご指摘がございました通りですが、行政需要の、多様化高度化に対応できるような、それぞれの分野で、専門的な能力を有する職員の配置というものが重要になってきているところということは認識をしておりまして、平成27年の3月に改定をいたしました、松阪市の人材育成基本方針の中におきましても、さまざまなものを掲げてきております。一部ご紹介させていただきますと、専門的な能力の育成は、その分野に関連する、複数の業務の知識を必要とすることから、まずは所属内における係内ジョブローテーションの取り組みを推進することが必要であるということ、あるいは国、県等や民間研修機関等が主催する高度専門的な研修へ職員を派遣し、専門分野の知識習得を支援することも必要であるということ、さらには再任用職員の中にも特に職務経験の豊富な職員につきましては、専門的な知識を習得させる指導的な役割を担わせるなど、組織における専門性の伝承にも取り組んでいくということが書かれてございます。一方では専門分野に精通した職員の育成につきましては、松阪市ぐらいの規模の市でございますと、人事管理の固定化を招くという恐れもございます。そのような職員の育成が難しい場合には、これまでもやってきておりますけれども、市役所補佐官や弁護士などその分野の専門知識に精通した方を任期付き職員として採用することにより、組織の専門性の強化にも取り組んでいるところでございます。また先ほどご紹介にありましたキャリア採用につきましても、受験者の経験や知識を生かすことのできる職場を想定しながら採用しているところでございまして、現在活躍しているキャリア採用職員はそれぞれの職場で自身の専門性を生かして業務を行っていただいているというふうに認識しております。今後ともより柔軟な視点に立って組織の専門性の確保に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。はい、秋議員。はい、専門性の確保という点では、その任期付き職員さんのような形で外部からそのキャリア採用であったりとか専門職の採用で担保していくということですけれども、もちろんそれはそれで重要なことだと思うんです。結局その、例えばどうなんでしょう、ドラフトルーキーから始めて10年経って現場でバリバリ活躍していただけるような4番バッターに育ったらいいんですけれども、そうでない部分も
あろうとは思うんですね、各部署によって専門性によっては。そうすると、FA でどこかの4番バッターを取ってきた方が早いという部分もあると思うんです。そうすると即戦力として組織で輝いていただけることもあるでしょうし、その力やスキルを持った方々を肌に、間近で見ることで、一般の職員さん、若い職員さんもスキルアップだったりお互いの切磋琢磨があるんじゃないかなというふうには気はしております。そういった部分でキャリア採用というのはどんどん進めていただきたいなと思っております。一方でそのどうなんでしょう、その行政サービスのそのより良い向上というか、組織のその何でしょう、効率化といった部分を考えた場合ですね、専門性を持った職員さんであったりとか、総合的なスキルを持った職員さんであったとしても、どちらにしてもその行政サービスが高度になっていったりとか、求められる水準が高くなっていけばいくほど、職員さんの負担というのはやはり大きくなっていくんだろうとは思うんですね。特にその今回スタートした戸籍住民化の窓口延長であったりとか、より多様なサービスを進めていくにあたっては、どんどん職員さんの負担というのも増えていくんだろうと思っています。そういった中でその組織内のそのワークシェアといいますか、スキルのシェアのような形でですね、以前も少し提案させていただきましたけれども、正職員さんと例えば非正規の臨時職員さんであったりとかのシェアであったりとか、もしくは外部の委託であったりとかですね、そういった流れで職員さんの負担というのも一方では軽減していかなければいけないのかなと思うんですけれども、そのあたり その方向性というのは現状どうでしょうか。はい、中井総務長。はい、職員の、負担軽減という観点の、ご質問だというふうに認識しております。もちろん正規職員がすべきこと、非常勤職員を含めた、民間ができること、こういったことを整理していくということは、業務の効率性を高めることにもつながるというふうに考えております。今お話のありました、戸籍住民化の、窓口開設時間の延長につきましては、この4月からですね、その体制に見合う職員の増員というものもさせていただいたところでございます。逆に本庁の、休日窓口における日直業務につきましては、この6月からですけれども、休日のうち日曜日および祝祭日の日直を、従来の正規職員から、非常勤職員に切り替えて対応をしているところでございます。さらに窓口の在り方につきましては、ワンストップサービスを視野に入れた総合窓口の研究ということも実施してきておりまして、そのような中で、窓口の担い手について外部委託を含め、検討していきたいというふうに考えてございます。いずれにいたしましても限られた人員で、質の高い市民サービスを提供していくためにも、正規職員が担わなければならない業務と、非常勤職員を含めた民間に委ねることが業務の、効率性等につながる、ものといった、そういった業務を見極めた上で、行っていきたいというふうに考えてございます。秋議員。はい、休日夜間の、休日の窓口対応ということで、正規の職員さんの日直から非常勤の職員さんへのバトンタッチがされたということでございます。今後そういった方向もですね、より進めていっていただいて、その部長おっしゃいましたけども、正規の職員さんでやらなきゃいけないこと、もしくは外部であったり民間の方でできることのその整理であるとか、専門的なスキルを持った職員さんが必要な部分であるとかっていうのは往々にして各部署であるんだろうと思っております。でそういった部分でですね、例えばこの、ご提案してさせていただきたいんですけれども、市役所庁内の各職員さん、おそらくさまざまなその専門資格であるとか専門スキルっていうものを持った方々が実はいらっしゃるんだろうと思うんですね。でそういったその個々の職員さんがお持ち の資格というものはどこまでこの市が把握していらっしゃるのかということをお伺いしたいと思うんです。と言いますのは、こう例えばこう何でしょう、その部署で
現在の仕事をしていらっしゃいながら そこと直接関係はないかもしれないけれども専門的な資格であったりとかスキルを持っていらっしゃる方がいらっしゃればそこを町内でこ うまく活用できないかと思うんですね。そういったその職員さんが持つその専門資格ですね、例えばその社会保健福祉分野であればその社会福祉であるとか PSW であるとか教育部門とか学芸部門学術部門であれば学芸員さんの資格であるとかもしくは秘書検定であるとか簿記であるとかってさまざまな資格があると思うんですけども外国語にしてもそうですけれどもそういった資格っていうのを組織内で把握されてでそれを誰もが、まあ、個人情報に当たるのでどこまでいけるのか難しいところもあるんだろうとは思うんですけれどもうまくこうお互いに貸し借りできるというかそういったその部署内で部署同士で貸し借りができるような仕組みができたら面白いんじゃないかと思うんですね。と言いますのは例えばそのある部署でマイクロバスなり何か大きな車を借りて送迎だったりとか移動する必要が出てきたとイベント等でそうするとその部署には大型免許を持っていらっしゃる方がいらっしゃらなかったとしても他の部署にいらっしゃればちょっとその日のその時間だけ貸してほしいって言うとおかしいですけどもそういったことを原価の仕事をしながらやるっていうのはなかなか難しいところあると思うんですけども所得庁のその承認等でですね正式にその時間の貸し借りといいますか代だというような形ができればよりその組織内市役所内の皆さんが持ってる資格だったりスキルっていうものがうまく流用できるんじゃないかっていうふうに思うんです。そういったその専門資格とか専門スキルの共有バンクのようなといった仕組みが町内でできれば面白いと思うんですけどもそのあたりご見解はいかがでしょうか。はい、長井総務長。まずご指摘をいただきましたさまざまな専門資格を有する職員というのはもちろんございます。そういった中で、資格を取得した際には職員課の方に届け出をするということになっておりまして、個々の職員が取得する資格は、職員課において保有しているという状況でございます。これを使いながらですね、さまざまなことに利用させていただいておりますけれども、例えばですがご紹介ありました学芸員につきましては、学芸員としての採用は行っておりませんけれども、学芸員の資格を有する職員は多数在籍しておりましてこのような学芸員資格を取得している職員同士の交流と、情報共有を行い、本市の文化振興あるいは文化財保護施策に、どのように貢献できるのかを、考えていただくという意味で、学芸員統括官というものも配置しているような状況でございます。また資格ではございませんけれども、松阪市バイオマス活用推進計画を策定する際には関係する部局の職員や専門性を有する職員を中心にプロジェクトチームを作り通常業務に加えて兼務という形で個々の専門知識を通常の業務ではない部分で活用した例というものもございます。今後とも職員が持つ専門資格を人事配置等に有効に活用して組織の総合力を高めていきたいというふうに考えてございます。その上でですが議員からの具体的な提案として、職員が持つ専門資格を誰でも活用利用できるような仕組みをというようなお話もございました。なかなか人事情報として集めている、情報でございますので、皆さんに公開するというときにはいろいろな課題を整理しなければいけないかなというふうに思ってございます。さらにはどの職員もそれぞれ業務を持っておりございますので、過重な負担ということにも、かなり配慮を した上で慎重に検討しなければいけないと思ってますし、もちろん場合によってはですけども職員組合等とも、協議をしていかなければいけないということもございますのでちょっとここは慎重に検討させていただきたいというふうに思ってございます。はい、小木議員。はい、部長から丁寧なご答弁いただきました。もちろんそのおっしゃるように組合さんの問題であるとか職員さんそれぞれ その個々の
本来のお仕事であるとか個人情報であるとかってさまざまな部分が重なり合うような議題だと思っております。しかしそういったことを可能性があるのであればですね、個々のその部署であるとか職員さん同士で助け合うっていう支え合うっていう部分ですね、そういったことが正式なそのちょっと低下してっていうことではなくて町内のオファーができるような関係であればですね、より一層そのチームワークであるとかその組織全体のその専門性の強化っていうのにもつながっていくのかなっていうふうな気が個人的にはしております。そういった中で検討していただけることが可能なのであれば少し研究を進めていただけたらなと思っております。そういった中でその今回職員さんの採用から配置やったり専門資格の活用についてお伺いしてまいりましたけれども、本来何が言いたいかと申しますと、結局はその松阪市役所でお仕事をしていただくっていう方々ですので、我々ものすごくその敬意を持っておりますし、信頼をさせていただいている次第でございます。しかしその危惧するのはもうこれは松阪市の職員さんがどうとかっていうことでなくて、一般的なその公務員採用ということに対する個人的な疑念なんですけれども、よく学生さんであったりとか若い方々の就職活動等におけるですね、第一志望というようなことを聞くと、第一志望公務員ってなるんですよね。それ本来第一志望会社員って言ってるのと一緒でして、本来であれば第一志望松阪市役所であるとか第一志望三重県っていうような意味合いというか思いであってほしいなっていうのが個人的な見解でございます。そういった中でその松阪市役所で働くとか松阪市で仕事をしたくっていうことにはものすごくこう意義もやりがいも価値もあることだろうと思っておりますので、そういった部分を前面に打ち出していただいて、市役所松阪市役所であれば専門性であるとか、皆さんがお持ちの力を発揮していただけるような組織なんだっていうことを前面に打ち出していただいてですね、よりその幅広く優秀な人材っていうものを確保していただけるような仕組みを作っていただけたなと思っております。以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。